おはようございます。みんなお外探索タイムしてますけど、今日は曇り空で、そして寒い、風が冷たいわ。また冬戻りましたけど、本日はですね、あそこにいらっしゃいますお父さんのサンキューのお誕生日でございます。まあ、うちんちお父さんお仕事で、まあ、私はね、その間ね、お家のことやなんやらね、しながら過ごして、夜ね、おめでとうさんディナーを食べようと思います。掃き掃除始めましたけどまあ、ということでね、今日もう一日頑張っていきましょう。お散歩行きますよ。あ、やっぱりカメラ回すとやらないんだ。あの角っちょにこうね、グッと突っ込んでね、ハーネスつけるのね、拒否するんだよね。自由外だよ、自由外って。散歩は行きたいんだけど。行きましょう。それでは5時を過ぎましたので、お散歩行ってこようと思います。本日はお父さんのお昼休憩後ですね、大お昼寝会をいたしまして、サムちゃんはお股の住人と呼んでおりますが、私のお股の間入って寝ておりましたけれども、午後から座りのビデオを撮ろうと思っておりましたが、何もせずですね、お昼寝いたしまして、おさぼりいたしましたが、お二人とも大きいお仕事と小さいお仕事してますね。ではお仕事拾ったので行きましょう。風強かったけどなくなったね。また吹くのかな。うん、さっきビュンビュン吹いてた。今日どこまで行くんですか。オッケー、じゃあ高級住宅街ぐるっとしていきましょう。んいいよ、何なんか話したかっただけど、カメラ回し始めたからやめた。ご挨拶してますけど、ポメな。お友達あっち行っちゃった、ポメ。行くのね。行くって、豚が。意味は豚行かなくて。すげえ濃いのが。ダメだって、豚。今日なんて書いてある。 Give someone your money. You help them in their way. Give someone your time. You affirm their worth.どういう意味ですか。 The sidewalk pole. どういう意味ですか。意味は教えてくれない。読んではくれるけど、なんかまた濃くなって、あ、上からなぞってるよ。今日涼しいから蜂があんまいないね。うん、お家帰ってきました。アイアン拭いてください。サブちゃん綺麗にアイアン拭いてね。うんちした後自分のうんち踏んだ子、お願いしますね。お父さん、落ち目の間まで綺麗に拭いてねって、お願いねって。もう兄貴はスタンバイを開始しておりますが、5時半過ぎかな。お父さんもう一仕事、私はね、ご飯の支度していこうと思います。
パターンはしましたか？うまかったですか？ハッピーバースデーした？まだしてないんだね。コメは朝からずっとお誕生日おめでとうと言われてますけど。ということでね、お父さんもね、やってまいりましたので、ご飯にしようと思います。だいぶお父さんがお手伝いしてくださいまして、お肉も切ってくれたし、この盛り付けもしてくれたけどね、はい、昨日買ってきたサーモンとイクラが冷凍庫にあったので、サーモン、イクラ、アボカド丼にいたしました。下酢飯ね、低温調理器でやって、外カリッと焼いたステーキでございますが、これ何の部位？おお、何だったっけな。で、1切れましたけど。で、これも適当に味付けしたサラダと、トマト煮込みとセロリですね。あったものと、まあ、本日ちょこちょこっと調理したものですね。わさびを取れてかけて食べるようですが、で今日私これスパークリングブレイブフルーツを飲もう。はいはい、お誕生日おめでとう。ありがとうございます。はい、乾杯。じゃあゆっくり召し上がってください。はい。お、よくった。何、どういうこと？赤身のとこすごい柔らかい。筋買ってこれ。これちょっと筋に合わせて切らなあかんタイプやな。赤いところは多分すごい柔らかいんだろうね。そう。オッケー。お父さん私の一口サイズに切ってくれたの。うん。筋買った。そこだけ削ぎ落とせばよかったね。そうね。うん。いただき物のお肉ですね、これね。まあでもありがたいことですよ。いただき物いっぱいあってね。はい。では、私も落ち着いて食べようと思います。いただきまーす。お肉どこですか？お肉集合ですよ。ハッピーバースデーしますよ。見せます。そしてここにマッシュルーム持ってますけど、お父さん、お父さん、お父さんマッシュルームじゃないの？そうだね、ちょっとはマッシュルーム食べないで。ちょっと何何何、どういうこと？混ぜていい？うん、もう切り分けるのめんどくさい。このまま行こう。生クリームが緩くてへたってすごいことなんだけど、チョコレート味とイチゴ味どっちがいいか聞いたら、お父さんイチゴっていうので、今年は中身チョコレートだけどイチゴにしました。あんまり甘くなかったんだよね。これ全然甘くないけど。そしてこれ何？コーヒー。じゃあはい、みんなで歌いますよ。タムちゃんもお願いしますね。それじゃあ歌います。じゃあおいで。はい、みんなでいきますよ。せーの。Happy birthday to you. Happy birthday to you. 誰も歌ってくんないな。Happy birthday dear. 誰ですか？今年の、今年じゃないや、今日のお父さんじゃないや、今日のお誕生日は。お父さんなの。ブータよく知ってる。おりこ。Happy birthday お父さん。お父さんおめでとうさした？してんだよね、ポメね。ずっとしてんの、おめでとうって。こっち向いて。はい、かわいい顔してください、にっこり。いいな、上手だな。みんなおりこしゃだな。はい、じゃあみんなね、おりこしゃにこれ食べましょう。食べきれるかな？食べきらなくていいよ。箸でどうぞ。あ、どうも。いただいていいんですか？うん、どうぞ、召し上がれ。うん、チーズ？入ってないよ。え、めっちゃチーズっぽい味するの。何？いちごソース生クリームに混ぜてるから酸味があるんじゃないの。あ、そういうことか。え、ほんまにクリームチーズ入れてない？入れてない。入ってるで。入れてない。いや、入ってるで。また味があれな人が出てきたけど。入ってるで。入ってないよ。いやいや、食べてみるよ。入ってるで。入ってないし、入れてない。入ってるで。入ってもいない。真ん中で割れる仕組み、これ真ん中で綺麗にパカって割れんねんけど。うん、2段にしてるからね。おいしいですよ。これイチゴって言ってよかった。チョコやったらちょっとしんどかった気がする。そうだね、あの味が濃くなりそうだよね。うん、なんかチョコのチャンクも入ってます。生チョコが間に挟んでます。あ、だからか。あとクリームチーズ入ってるで。これ入ってない。これにっこりして。はい、ポーズ。なんでにっこりできないのよ。にこっとして上手ね、可愛い顔とさ、やっぱり。サービス業やってたら、笑顔作れなあかんちゃうん。よし。私もちょっと食べよう。私って言ってますよ。いただきます。入ってないよ、クリームチーズ。入ってるよね。入ってない。ストロベリーチーズケーキの味だと思ったんでしょ？だいぶお腹いっぱいになってきた。食べきらない。食べきれなんて言ってないじゃん。残したら作った人に失礼やろ、お前。それ私だよ。ねえ、一回で食べれる量じゃないの。二、三日近くで食べる量。あとお箸でつつくもんだから。お箸がでも一番食べやすくない？いや、フォークでしょ。フォークめんどくさいじゃん、お前。じゃあ、私、フォークダンスしよう。オクラハマだね。なんで今のちゃんと言えたの？言えてたよ。なんか決めたいときはちゃんと言おうよ。言えてたやん。ねえ、噛まないで。だで。言えてたやん。噛んじゃダメだって。大事なところで噛まないって言ったの。ねえ、なにゃん。食感にやっぱりくるみ挟めばよかったかな。ちょっと悩んだんだけど。ちょっとあんまナッツが入ってるの好きやないでしょ。
一番の理由は歯に引っかかるからだけど味とかじゃないもんね。美味しいのに入ってるものが香ばしくなるし食感出るし、もうゲップ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 すごいな。食べてるといつもゲップゲップしてるの。何してんの。ダメよサムちゃん、これチョコレートも入ってからダメ。あ、そっか、ポミクとサムちゃんもバーシュでしたから、ハッピーバーシュでしたからね、おやつが欲しいんだよね。お肉をあげますね。ハッピーバースデーって言うしたからみんなで食べたいんだもんね。そうでした。おさえちゃんとしてクーポークーパーピーね、どうぞ。じゃあキサですよ、どうぞ食べてください。はい、みんなハッピーバースデー。早いよ、早いですよ。ポン、おたんちゃんも早かった。私の分もお茶が入ったから、お茶飲みながら、まあのんびり過ごしましょうかね、夜はね。お父さんもう仕事しないでしょ。するのどっち。自分したいな、ね、うん、しないね。無駄な、じゃあもうこれしまうよ。全然食べれなかったねまあ確かにね、現役時代は多分これ一つ一人でペロッといくのね。もうだいぶ落としめしましたね、お父さんもね。ポメと何がしてる。なに、来たに私アップしてって言ってるよ。何よ、すごいご機嫌だけど。はい、ハローってポメでしようって。はいはいはい、はい、どうしたの。うん、これダメだよ。あ、ポメ甘いの好きだからね。お肉よりも甘いがいいから。ケーキ食べたいです。ポメクが食べれるケーキ今度また作りますよ。ね、いちごちゃんで作ろう。そうしましょう。ということでね、今年のお父さんのお誕生日会はこれにて終了でよろしいですか。プレゼントお待ちしております。前後半年でしょ。そうですよ。もう電池ないで。電池もないし、あともうそろそろ切れるわ。まあ少しゆっくりしましょう。何それ。時計が欲しい。ただいま11時でございます。お父さん寝てしまいましたが、時折起きてね、サムちゃん何してるのよとか言ってたりするんだけど、いやお父さん今まで寝てたじゃんって思いながらサムちゃんとの会話を聞いておりますが、お父さん今日もね洗い物ねしてくれたので、まあ食休みしてからですね、私はキッチンをお片付けいたしまして、編集ちょこちょこしております。まあもう少しね編集しようと思っているので、切りよくなったらですね、ポミさんも寝かしてお父さんに声かけてシャワーしようと思います。なんか中途半端に寝てまた目が覚めているようですけれども。何かおやすみ。今日もお父さんを見守るスタイルですか？やっぱサニくん、ハッピーバースデーしてるから集合言った時ねんねしてたでしょう。今日もねんねしてたにゃん。毎回サニくんは集合言った時来てくれませんけど。今日は一日寝てましたね。やっぱね、気温下がるとね、よく寝てるなと思うんだけど、集合だったんだよ。毎年一応ありがとうしゃしてるもんね、お父さん。お父さんにね、ハッピーバースデー2今してんだよね、お父さん見ながらね。ありがとうございます。それからサニク、お父さんからお話聞きましたか。手を伸ばしてきましたけど、明日デンタルケアですからね。デンタルケア先生行きますよ。サニク、暴れん坊さんしないで、おりこしゃしてきてね、お願いね。朝一ご飯食べれないからね。朝ご飯食べないと超ご機嫌悪くって病院で暴れん坊するもんね。もう先言っときますよ。ご飯食べれませんからね。もうママ全部お片付けしてありますかね。サニクのお皿とかね。OK ですか。朝起きたらもうすぐ先生行きましょう。ポミクとサムちゃんがご飯食べてると、なんでわしだけもらえないんじゃ言って怒るから、ポミクとサムちゃんご飯する前にサニクだけ先病院行きましょう。そういう風にしようねってお父さん言ったからね。お願いしましょうね。明日頑張ってこようね。今日も暑いちゃんありがとうね。ゆっくり寝してください。おやすみ。まみなもおやすみ。ベロ出てますよ。今日もハードワークお疲れ様でした。お父さんおりこしゃにお仕事してました。してたんだよね。ポミクずっと見てたんだもんね。午後ね、私の大お昼寝会にね、参加はしておりまして、一緒にね、ゴロゴロしておりましたけれども、その間はね、ポミだね、休憩してましたね。でも基本的にはお父さんにくっついてましたよね、ポミクね、今日もね。一日中お父さんおめでとうさん、おめでとうさん言ってたんでしょ、ポミ。ポミが弱い人たちのお父さんにお誕生日おめでとうって、その度違うでやんちゅよ言ってたけど、今日は自分じゃなくてお父さんだっていうのが分かってるからね、お父さんにお誕生日おめでとうって言われるたんびにね、違うでやんちゅよっていう顔をしてた。ね、ポミタン、すごいね。お父さんでやんちゅよね、言ってたんでしょ。お父さんおめでとうでやんちゅよ。ブッダが抱っこされてあげるでやんちゅよって言って抱っこしてもらってたんでしょ。ハッピーバースデーしてる時はね、すごく嬉しそうでね、テンション上げ上げでしたけど、ハッピーバースデー2大好きだもんね。ポミタンのお誕生日ね、レストラン行こうね、言ってたのね。まだ行ってないからね。行かれるようになったらお父さん3日連続で行こうって言ってたけど、ほんちょかに。ミキショー入るの？いいにゃん、ミキショー。っていうか、こんなところにガニガニ車があった。ガニガニ車も持ってってあげてよ、ボムな。じゃあミキショー入って。
でもネムネムなんだよね。ねんねしてください。今日も一日おにごとね。よくねんねしてください。おやすみー。タムちゃん、今日もいいとこ入ってますね。お股の住人じゃなくて、お胸の住人ですね。後ろに言ったけど。タムちゃんもおやすみー。一番いいとこいらね。お父さんがよくお顔にお尻くっつけて寝てくれるって言ってるんだけど、今日はそのスタイルでねんねするみたいですね。私は仲間ようなんだよね、お尻くっつけるのね。私とね寝るときはね、こういう風には寝ないから、反対向いて寝るから、サムちゃんお顔とお顔くっつけて寝てくれる。横向いて寝てるとお腹にねピトッとくっついてね、まん丸くなって寝てくれて、基本的にはあんよの間が大好きだから、あんよの間入って寝てるんだけど、私ね仰向けであんまり寝ないから横向きがね多いのでね、お腹のところねぴっとりくっついてね寝てることが多いですけれども、お顔にお尻くっつけるのはお父さんだけなんだよね。でも反対にね、自分のお顔をですね、お父さんのお顔の方には向けて寝ないんだよね。サムちゃんなりのこだわりがあるのかもしれないんですけど、サムちゃん今日お父さんにお誕生日おめでとうしました。いっぱいしてたよね。あしょんだるわよ、サムちゃんのこと抱っこしなさいよ、ベロしたるわよってねやってましたね。一日中お父さんくっちょいてね、おめでとうしゃだから、タムちゃんがいっぱいいっぱいおめでとうしゃしたるわよ言ってね、私嬉しそうだったね。タムちゃん口言ってくれてね、タムちゃんがおめでとうしゃしたお父さん喜ぶもんね。ありがとうねタムちゃんね、お父さんのことね喜ばしてくれてね。お前たち眠眠よなんだね、この感じは。いつもはママのお手手で遊んじゃうわよみたいな感じだけど、そんな感じじゃないですね。気持ちよさそうですしね。タムちゃんもね今日一日ありがとうね、ゆっくりねんねしてください。おやすみ。本日も無事にベッドルームやってまいりました。ただいま2時半になります。お父さんにはね一応声かけたんですけど、今日はサムちゃんと寝るのよって言ってね、そのままねソファーで眠りました。ということでね、本日はお父さんのお誕生日だったんですけれども、お家でですね家族みんなでできる範囲でですねお誕生日をですねお祝いしたんですが、まあお父さんですねちょっと照れ屋さんなのでね、照れた様子でねありがとうって言ってねニヤニヤしておりましたけれども、一緒に暮らし始めてこんなにもねずっと一緒にいるっていうのがね初めてなんですけれども、まあもともとね私たちね常に夫婦2人行動で外部と接触があるっていうの、そういう生活はしてなかったんですが、それでもねお家の中でずっと2人っきりっていうのどうなるかなと思っていたんですけれども、まあ、もちろんお互いねマイペースで、もちろんね一緒に何かするっていうこともありますけども、基本的には個々の時間を楽しむタイプの人たちで、自分の時間ね大切にしているので、なんかずっとと一緒だから息が詰まるとかそういうこともなく、むしろ反対に、これもね前にお話ししたかなと思うんですけれども、よりねよくね話をするようになったし、相手のことを考えたり相手のためを思ったりとかする行動が増えたなとも思うし、特にお父さん会社に行かなくなってストレスがだいぶ減ったなと思っておりまして、お家帰ってくると顔がね違ってもう目が全然違うんですけどっていう日があるななんてね思っていたんですけれども、全くねそういうことがなくなって、いつもニコニコ穏やかでね、基本的に短期は短期なんだけど在宅勤務始まってからね全然怒らなくなったし、今の生活お父さんのメンタルヘルスにはすごくいいなと思っておりまして、まあそれもね限られた時のみになるのかなとは思うんですけれども、とにかくですね家族のことをね考えて家族を思ってね、やっぱり自分がこの家の大黒柱で家族を守るっていうのがね、まあもともとそういうのはすごく強い人なんですけど、うん、それをねさらに感じるようになりまして、だから本当にすごく優しい人ね、人のためにね何かしたい、人を笑わせたい、人が喜ぶことしたいっていうね人なんですけれども、そこがねやっぱり少しねここ数年ね仕事のストレスでね心にね余裕があまり持てなかったのが、反対に今の状況になって、もともと持っていた部分を取り戻したって言ったらいいのかな、なんか私偉そうなこと言ってるかなとは思うんですけれども、最近本当にねそういう昔のね、あ私この人のこういうところすごく尊敬できるなと思っていたところをよりね感じるようになって、これもね先日お話ししたかなと思うんですけども、本当にねお父さんがお父さんという人でね良かったなと思っておりまして、私筆頭にお父さんにね守られた生活しておりますけれども、もちろん私も力になりたいしできることはやりたいなと思っておりますが、お誕生日の日ねお父さんにこんなことを思うのもあれかもしれないんですが、これからもどうぞよろしくお願いしますというね
気持ちがいっぱいになりました。それからですね、明日なんですけれども、サニ君のねデンタルケアの予約が入っておりまして、今日ね動物病院の方から予定通りね行うというね連絡がありまして、朝8時にですね病院にね来てくださいねと言われておりますので、7時半ぐらいにねお家でね動物病院ねお預けしていきたいなと思っております。まあ父さんどうかな、ちゃんとできるかなとは言っておりましたけれども、もうだいぶね先延ばしにしていたので、今回はですね無事にねデンタルケアね終えて帰ってこれればいいなと思っております。まあということで、本日はこの辺りで電気消してベッド入って休みたいと思います。それでは最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。また次回のビデオでお会いいたしましょう。バイバーイ。